ワウテルウェーラントは、ベルギー、ヘント出身の自転車競技選手。2005年、クイックステップ、ダビトモンと契約を結んで、プロに転向した。2011年、レオパルドトレックに移籍。同年のジロでイタリアに出場し、5月8日に行われた第二ステージで、区間9位に入った。 翌9日に行われた第3ステージで標高957メートルのぼっこ峠からの下り、ゴールまで残り約25キロメートル地点で左ペダルが道路脇の壁にぶつかって落ち車さらに約20メートルほど坂道を転がり落ち、血だらけの状態のまま意識不明となった。病院に救急搬送するためのヘリコプターが呼ばれたが、 適当な着陸地点を見つけるのに手間取った。その間レース付きの医師らが心臓マッサージなどを施したものの死去した。同レースに出場していた別府市ノは落ち者の模様について自身のツイッターでウィラント選手が下りで後ろを振り返った時に左側の縁石に顔から突っ込んでしまった。彼の落ち者した瞬間を一部始終見ていたが打ちどころが悪かったと語っている。同レースの 第4ステージは、区間成績等の順位付けを行わない等に見えの追悼区間となった。残り約 5km 地点を通過すると、レオパルドトレックのメンバーらが横一列に並んで、隊列の先頭に立ち、最後は互いに肩を組みながら、ゴール地点を通過した。隊列の中には親友であるガーミンサーベロのタイラー・ファーラーも加わった。主催者側では、ウェーラントのつけていた。 ゼッケン108番を永久欠番とすることを発表した。ジロでイタリアで永久欠番が設定されるのは史上初となった。ありがとうございます。